はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員靴沢亮でございます。秋重様、安倍様、井上様、三重様、石黒様、高島様、広郎様、紫の戦士様、ご支援誠にありがとうございました。恐縮です。ありがたく頂戴いたします。政治活動資金にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。多くの方にいただいちゃいました。選挙、今やってる選挙も頑張ります。ゆうべはですね、選挙速報を見てるうちに寝落ちしちゃいました。やっぱね、これ選挙前、開票前の予想とかを喋るよりもちょっと結果出た方が、それについて喋った方がいいよなと思って、ちょっと見てたんですけど、ネットね、選挙速報、寝落ちしてしまいました。久しぶりに動画休んでしまいました。体力やっぱり削られてんのかなーって、肺がんで手術して、まだなんぼだ、2週間か。なので、抜歯もまだだしね、糸も抜いてないし。葛飾区議会選挙2日目、高橋淳也、朝のおはようございます活動、やってまいりました。駅に立ってですね、マイク使わずに、おはようございます。おはようございます。すごい人でしたよ。私ね、何わろとんねんって感じなんですけど、結構早めに着いたんですけど、すでに7団体が群がって、おはようございます。おはようございます。で、やっててビビりました。やっぱみんな同じこと考えんだな。でね、8時から、マイク使えるもんですから、外線車とかね。で、8時になったら半分ぐらいいなくなって、3団体ぐらいは、8時過ぎても、まだやってたな。私らもやってたんですけど、歩くと息切れするのと、胸と背中が痛いので、鎮痛剤をしこたま飲みながら、活動しております。衆院選結果、一番のショックはですね、長尾隆さんの落選であります。比例復活もならず。全く残念無念。長尾さん、苦労の多い方でね、気の迷いで民主党に所属してたことがあって、気がついてすぐ辞めたんですけれども、ずっとね、元民主党だったくせに、なんて陰口叩かれたりなんかして、苦労なさっている方でありました。大阪19枠の状況なんですけれども、維新15、公明4で自民全滅でありました。長尾さんね、維新の勢いの犠牲になっちゃったなーという感じであります。百田さん、こんなツイートしてましたけれども、大阪の自民は長年、自民であることにあぐらをかきすぎて、府と市の行政と財政を一新した維新に勝てないと。なんだかんだ言って、財政状況を、好転させましたんでね、維新の橋本が先頭になってね。府知事と市長ね、今の大阪府知事と、大阪市長、テレビ出まくりだったもんな、不必要なぐらいな。まだまだテレビの影響大きいなっていうことでしょうかね。どうにかならんかな、このテレビの影響な。テレビは1日1時間までとかいう法律作りデーグレーだって感じですよね。2番目のショックは森下千里さんの落選になります。選挙前からあんなに頑張ってたのにな、朝から晩まで立ってね、バカ丸出しで、人間性も最悪で、何やらしてもド下手の無能の安住淳の、どこがいいんだろうなぁ、安住に投票した人はなぁって、首ひねっちゃいますけど、テレビでよく見るからなんて、しょうもない理由で投票してませんか？ここでもテレビの悪影響ですよね。テレビは1日1時間までっていう法律作りたいぐらい。安住が81,033票、森下さんが61,410票ということで、善戦しました。森下さんはまだお若いんですから、次行こう、次。地元の愛知県で、立候補したらいかがですかね。安住なんかそのうちほっといてもずっこけんでしょうからね。自民党結党以来初の大事件が勃発しておりました。甘利幹事長72歳落選。比例復活はしたんですけど、貴重な比例枠1個を使っちゃったなって感じ。幹事長が落選するのは長い長い自民党の歴史、
始まって以来だと思います。以来だそうであります。これを受け、幹事長辞任の意向なんですけど、ネットの反応です。まあ、しゃあない。安倍晋三幹事長希望。高市早苗幹事長希望。これ、自民党内からですね、高市早苗幹事長、希望する声や、河野太郎幹事長を希望する声が出てるそうであります。河野はちょっと勘弁だな。日本端子で、中国とズブズブだからな。短命の幹事長記録更新かもしれないですね。一体何日幹事長やったんだ。一体選挙区で何があったって感じなんですけどね。7期も8期もやっててね。石原伸びてる64歳。落選。比例復活もならず、政治家引退と。石原軍団のご意向も今は昔であります。大方ぶっこし、残り2名、1人は神田正輝さん、1人は、誰だっけな、忘れちゃったけどな。石原はね、伸びてるはね、もう金あんだろ、もう休んで。本拠地の杉並区議会議員の評判はですね、横暴で無能、無能で横暴。無能なくせに横暴、バカなくせに。というのが、石原伸びてるの評判でした。自分に意見するですね、区議会議員をですね、自民党から追い出すんだって、破門すんだって、次公認しねえとか言ってね。こいつとですね、下村博文さんが連れてくる都知事の候補ね、大体外れ。マスダとか、マスゾイとか、大体、絶対外れ、全然人見る目ねえね。普段何やってるか全然わかんないし、区議、都議に威張ること以外、なんかやってたのが伸びてるわ。バカの片方がなくなってですね、少しはマシな都知事候補連れてこいよ。下村さんもちょっと目覚ましてよ。下村さん今回は当選したみたいなんですけど、人も70いくつだっけかな。少しは若い者の意見も聞いてですね、こんな都知事候補ダメですよ、いう意見を聞けっつーの、聞けっつーの。辻元清美、立憲副代表、落選、復活ならず、ビボビボビボ。これは嬉しい、嬉しすぎるかもしれません。大阪の維新の勢いに負けました、ざまあ。辻元ね、過去にですね、維新は初戦、地域政党だし、眼中にないとこ言ってたんですけど、それに敗れたっていうね。小沢一郎78歳、落選。だが、比例復活してしまいました。残念すぎて言葉もないであります。党内にも国会にも、もう何の影響力もないのが救い。たまにツイッターで、憎まれ口、バカなこと。バカなことでしかも憎まれるようなこと、ツイートするのが、関の山であります。小選挙区制とか、比例導入とか、公明党連立を決めたなどですね。小沢一郎一人が存在してなければですね、今の日本は随分変わってたと思われます。衆院選投票率は 56% でした。結構高いんじゃないでしょうか。区議選とか単体でやると 38% とか、惨憺たる投票率の時あるもんね。まあ、市議とか区議とか、一体何やってるかわかんないし、誰なんだろうっていうような人も多いかとは思いますけどね。自民276から261へマイナス15、公明29から32プラス3、立憲110から96マイナス14。私、立憲が30減らして、その分、維新が増えんじゃないかって、予想立てましたけども、自民と立憲、痛み分けっていうか、15ぐらいずつ減らして、維新が、30増えたっていう結果になってしまいました。これ、今朝もね、公安に報告したんですけど、まあ、どんな感想をお持ちですかって聞かれたんですけど、聞かれたんで、ちょっと外しちゃいました。それ以外は、まあ、共産、微減っていうのは当たりました。公明も微減なんじゃないかっていうのは外しました。あ、微増しちゃいました。維新10から41に、プラス31。4倍増とは、私、思ってませんでした。3倍増。30ぐらいかなって思ってたんですけど、令和、0から3へ、比例で3取ったそうであります。山本太郎衆議院議員誕生。あちゃー。
協賛がね、あのマイナス2で喜んでたのに、第二共産党の令和がプラス3じゃね、差し引きプラス1になっちゃったじゃん。極左勢力がプラス1になっちゃったじゃん。あちゃー。令和はファッション共産党ですからね。過去にいろいろ殺人事件を犯してないだけで同じですからね。あそこね、あの中核派、中核派は100人単位であの人殺してるとこです。そこの流れを組む極左ですからね。皆さん、あの騙されませんように。自民党単独で過半数233、安定多数244、絶対安定多数261達成しました。自民党だけでどんなあの法案も衆院では通せる。まあ、衆院で通せればですね、衆院で通せて、参院で否決されて、また戻ってきてももう一回あの衆院で可決すれば成立するんじゃなかったっけ？これに維新が、公明より増えたことでですね、公明がですね、9条に手をつけるなら連立解消だ！これ過去に言ったことなんですよ。今年だっけかな？今年あの、こんなこと言った気がするんですけど、したらね、自民はね、いいよ維新と組むから。っていうですね、選択肢が増えました。公明ギリ、維新と組む。なんせあの数が逆転してからね。これで公明ね、あの今までみたいな生意気言うことができなくなったんじゃないか。ますます自民の一部になるんじゃないか。なんだかんだ言ってあの安保法改正とか秘密保護法であるとか共謀罪の制定などあの大事な場面では自民に従ってますからね。次はあのスパイ防止法制定に従え公明は、嫌なら維新と取り替えだぞ、さらに改憲勢力の自民公明維新で334議席になりました。改憲発議に必要な3分の2の310議席をクリアであります。ネットの反応です。公明は改憲勢力じゃないぞ、これは私も賛成。公明が邪魔するのに何言ってんの。公明は9条以外は賛成だそうだ。来年の参院選次第かな。とりま自民と維新でもうちょっと議席取らにゃ。国民民主が立憲と共産に切れて維新寄りになっている。まあ立憲と共産組んだことに切れてるんですかね。無所属当選10人のうちあのモナオは、自民入りで改憲に賛成する見込みです。公明は、憲法修正じゃなくて、改憲じゃなくて、条文追加ならやってもいいって言ってるらしいんですね。これね、9条を打ち消せる条文追加なら歓迎ですけどね。9条の後ろにですね、ただし、政権が危ないって思った時は、この限りではないとかですね。そういうの追加できんならいいんですけど、先細って、消滅してくれるのが一番面倒ないんですけどね、公明党はね。社民党みたいにね。問題は、国民党です。今回の各党の比例票の正確な数が知りたいんですけど、今日調べても出てきませんでした。まだ集計中なのかな。比例なんですけど、自民党66から72に増やしました。ということは、小選挙区で、だいぶ負けちゃったんだな、20がそこらな。公明はプラス2。これ比例の話ね。維新、プラス17増やしました。立憲マイナス23。マイナス23。立憲はしてみっと比例票だいぶ減らしたんだな。よかったな。共産マイナス2。11から9って結構なもんじゃね、これ。17% くらい減らしてませんか。立憲もですね、3分の2以下になっちゃって、これ、減らした率、だいぶ、多いんじゃないですか。令和は0から3。全部比例で通ったみたいであります、令和ね。山本太郎なんか、小選挙区出ねえで、比例だけに登録して、ちゃっかり当選。選挙協力した立憲と共産の議席合計は、立憲共産ともに減ってます。122から106になりました。立憲と共産プラスしてね、野党共闘とネットで笑われておりました。枝野幸男立憲代表、共産との選挙協力は間違っていない。この路線を伸ばしていく。党代表もやめない。俺は正しい。
って言ったらしいんですけど、さすがにね、党内からの突き上げ食らってですね、明日までに決めっからって、訂正したみたいなんですけど、さすがね、自分の非を認めたら即座に死ぬ難病患者だな。ネットの反応です。直ちに辞任しない。あはははは。共産と立憲、二大独裁政党だな。これはやめない。何があっても代表はやめないという独裁だ。人には独裁独裁言うくせに。これでもうやめない総理を攻撃できんぞ。他党にはやめろっていうのが口癖なのにね。議席減らして、副代表も落ちてるのに、心臓すげえ。これ辻元。辻元のことですかね、副代表。枝野委員長目指すんですね。もう止めるような人間周りにいないのかよというような意見。能なし枝野続投大歓迎であります。その政治センスのなさね、状況の読めなさ、絶対に謝らない左翼気質、これは立憲を消滅に向かわせるためにかけがえのない人材だと私は思います。ずっとずっと代表やっててですね、共産党を先細らせてる C 和夫のようにですね、枝野幸男にもずっと立憲の代表やっててもらって亡くなるまで社民党みたいにずっと福島瑞穂が代表やってて亡くなるまでやっててもらいたいなと思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。